はい、久しぶりです。髪がですね、ちょっと先に説明しないとダメだな、これ。ちょっと友達に手伝ってもらったんですけど、こっからこう、右にかけて、こう、なんつう、なんとかな、こういうラインをね、ブリーチして入れたんですよ。わかるかな？ちょっと待ってください。わかります？見えるか？これ。まあ、見えなかったらごめんなさいっつうことで。はい、そんな感じで、まあ、ラインを入れたらですね、2回目の髪が溶けるという、ハプニングが生じてですね、また髪が短くなってしまいました。もうね、いっそのことね、夏なんでね、もう、アップバングを極めてしまおうという、そんな感じで。まあ、髪を、今回はセット動画じゃなく、髪を切ろうということで。はい。じゃあ髪をね、こちら。もう、何の変哲もない、ただのハサミ。ただのハサミで。もうね、ていうか、ハサミっていうかね、もうおもちゃ、これ。もう本当にね、ただのおもちゃです。やりますかね。もうこれ使うんだったら、もうね、なんだろう、わかんない。ちょっとね、テンパってるね、今ね。ちょっとここがね、ここだけ長いんで。まあ、こう、ついていくわけですよ。で、こう、縦にハサミをね、入れて、ちょっと、まあね、前髪がちょっとね、重いんで、まあ、軽く切っていこうかな、みたいな。そんな軽い感じです。まあ、きっかけはね、まあ、僕別にファンっていうわけじゃないんですけど、シドの、アキさんっているじゃないですか、ベースの。あ、名前、アキさんだってますよね。アキでいいんですよね。あの人の髪型とか、もうなんか、喋り方とか、なんだろう。まあ、好きだったんで。一回ね、あんな感じにしてえなと思って。まあ、ラインを入れてですね。ラインってこの色のラインね。色のラインを入れて、アップバングにしてみました。まあ、全部自分で、色入れて髪切ってなんてしてたんで、そんな別に大したもんじゃないですけど。まあ美容院でやったらもっとうまくできたと思うんですけど、そんなにね、金銭的に余裕はないのでね。まあついでに皆さんに自分でそのカットをね、まあ適当にやっても案外大丈夫だよみたいな、そんな感じのことをね、お伝えしたかったので。そう。とりあえずイメージするものがあれば、ちょっとぐらい適当でも、なんとかなります。切りすぎなければ。ある程度長さ残しとけば、まあ保険かけるって意味でね、そんな切りすぎなければ。まあ最悪美容院行って直してもらうっていうのもありですけどね。誰目線だって話ですけど。まあとりあえず、こんな感じですかね。ファンのね、ファンの人はね、ごめんなさいね、なんか怪我してしまってね。まあ別に僕はシドのファンっていうわけじゃないんで、そんなに詳しくはないんで、わかんないんですけども。はい。まあカットはこんな感じです。お土産も、こうなんか、適当に切って、
レイヤー入れてこうぜ的なノリでやってましたね。うん。そんで、これは、ドンキだったかな？確かドンキで、1800円ぐらいだったかな？このバリカンのやつ。まあいろいろついてて、まあ安いかなっていう感じですかね。ちょっといいですかね。この中身をちょっと見せたいので。中身は、ちょっとね、あんまりやるとね、蓋がすぐ開いちゃうんだよ。すぐ開くの。はい。で、この中、この中に、まあ、さっきの、こう、持ったハサミが入ってたみたいな感じですね。まあ、そうですね。まあ、安いものなので、安物なりの、まあ、安物なりの性能ですけど、まあ、低スペですけども、そんなね、もう、自分が美容師になるわけでもないので、まあ、これぐらいでちょうどいいかな、みたいな感じですかね。はい。というわけで、まあ、通風呂のとこですね。まあ、これいつも僕自分でやってるんですけど、まあ、お店によっては、その、通風呂入れるだけなら、ただみたいなお店もありますからね。うん。さて。ああ、明るい。やっていきますか。これ、こういうとこに、なんですか。ここにサングラスかけるのって、どうなんですかね。最近ちょっとサングラスかけるようになったんで、まあ外すときとかここに適当にかけたりしてるんですけど、どうなんですかね。女子目線的に、どうなんですかね。まあいいか。とりあえずやっていきますかね。てかね、動画撮ってたんですよ。もう一回切ったんで、さっきの動画で。さっきっていうか、まあ上げてないんで、さっきもクソもないんですけど、動画撮ってた時に、切って、バリカンもやったんですよ、このツーブロも。やったんですけど、地震が来たんですよ。今日なんで、6月1日の5時何分だかですかね。さっきなんでね、ほんと20分ぐらい前なんで、20分前、もう時計見えますかね。20分前ちょっと50分ちょい過ぎぐらいですかね。震度4、マグニチュード5.2。結構入れたんですけども、その時に、まあ、僕パソコンちょっと椅子の上に置いて撮ってるんですけど、パソコンが落っこちて、まさかのリセットされるっていう、無駄な話をしてたら時間が。そう、そんなハプニングがあったんで、ちょっと、一回ちょっとね、やっちゃったんですけど、まあ、もう一回やります。いつも言ってるんですけど、まあ、とりあえず、3ミリぐらいですね。で、やっていきます。ちょっとラインっぽく入れてみたりね。これ自分で割と簡単にできるんでね、いいと思いますよ。で、このね、耳の裏のとこが結構ね、やりそびれちゃうんで。OK。はい、OK です。OK です。どうでしょうか。で、かぶせると、まあ、こんな感じですかね。かぶせりゃ。こんな感じです。左は、こんな感じですかね。こっちか。こんな感じです。まあ、普通っていうか、まあ普通ですよね。特に何の変哲もないです。まあ、カットなんかは、
そうですね。自分でやっても、あんまり切らないとかだったらいいと思います。ちょっと一回後ろ向いてみますか。見えますかね、これ。こっちか。この辺行けば見えるか。切ってますかね。というわけで、カットは、まあ、大してカットはしてないんですけども、してないんですけどもね、まあこんな感じで、カットしてみましょう。なんでかけたか、なんでかけたか。次は、そう。次はね、ちょっと待ってください。髪をね、染めちゃいますよ。多分。多分ね。まあ、僕結構、次何やりますって言って、やんないこと多いんで。あのね、まあ、皆さん、もうその辺のことは分かってると思いますけど、ちょっと待ってくださいね。さっきね、注文してたもんが届いたんで。今開けてます。こいった。はい、こちら。見えますか？ね、反射してるな、だいぶ。だいぶ反射してるな。まあいいや。マニックパニックという、なんて言うんだろう。髪染めるやつなんですけど、まあ、染め粉じゃないですね。染め粉ではなくて、まあトリートメント。カラートリートメントっていうのが正しいのかな？わかんないけど。髪は傷まないで、結構、サラサラになるんですよ。トリートメントの効果があって、で、もうね、こんぐらいの金でもね、ほぼ原色の色が出ますね。ものすごい染色力があります。まあ、ただ、まあ、マニックパニックってのは弱点、欠点っていうか、まあ、もともとその商品の、なんて言うんだろう。作りなんですけど、色が落ちやすいんですね。シャンプーとかするたびに、すぐ落ちるんですよ。どうだろう。まあ、2、3週間すればもう、落ちてきて、ちょっと、薄い赤っぽくなるんですけど、まあ、それがマニックパニックの特徴みたいな感じですかね。色をたくさん変えたい人、ヘアモデルとかやって、ヘアモデルってなんだろう？違うな。雑誌とかね、髪の毛染めて、モデルやってる人とかは、こういうの使うらしいですね。で、そういう人たち用に、まあ、すぐ、落ちて、すぐ、入る。色が綺麗に入る、という、ものです。結構高いんですよね、これ。すぐ終わっちゃうのに、まあ、普通に2500円とかですね。安くて2000円ぐらいの時あるんですけど、まあ、大体定価3000円ぐらいなんで、これ。高いですね。今の僕のこういうポイントでカラーしてるぐらいなら、まあ、割とこれ1個あれば2ヶ月ぐらいかな、持ってても。金かかりますね、やっぱ。はい。というわけで、まあ、もしかしたら次は赤にするかもしれません。このラインを。というわけで、今回のカットはね、まあ、役に立たなかったかもしれないですけど、カットは終わりにしたいと思います。まあもう、アップバング2個上げてるんで、わかんないですけど、多分このアップバングが一番綺麗なんじゃないかなって思います。ので、まあ、需要があったら、一応、セットしてるやつあげようかなと思います。で、まあ、コメントやら何やらをいろいろとくれるとありがたいです。はい。というわけで、また動画を見てください。ご視聴ありがとうございました。